ここからは第45期新任定講師授与式並びに第8期本部認定講師授与式をお送りいたします。 JNA 認定講師とは毎年実施される資格試験に合格することにより与えられる資格で、検定試験の試験官、コンテストの審査員、各セミナーを担当するなどの活動を通じてネイルの普及と発展に貢献をしております。それではこのお時間ご一緒にお届けをいたします皆様方、ご紹介をいたします。 JNA 理事長中曽根幸子、 JNA 副理事長金子美幸、 JNA 理事木下美穂、 JNA 理事後進会委員長金光明子、さらにこちらの先生方にもリモートでご出演をいただいております。 JNA 講師会会長宮島恵子、 JNA 講師会副会長高山博美、 JNA 講師会副会長筒井美希、先生方よろしくお願いいたします。それではただいまより NPO 法人日本ネイリスト協会第45期新認定講師授与式を執り行います。まずは新認定講師となった25名の皆様に JNA 講師会会長宮島恵子より祝辞をお送りいたします。では宮島先生よろしくお願いいたします。はい、第45期新認定講師資格試験、合格された25名の皆様、おめでとうございます。コロナが続く中、感染予防対策を講じながらモデルさんとともの練習をいろいろ工夫されて何かとご苦労されたかと思いますが、このようなコロナ禍にもかかわらず協力してくださったモデルの方、また教えてくださった先生方への感謝の気持ち、またこれまでの努力と今日の喜びを忘れることなく、認定講師として誇りと責任を持って頑張っていただきたいと思います。今日から気持ちも新たに JNA の講師会のメンバーの一員として共に頑張っていきましょう。本日は本当におめでとうございました。宮島先生から祝辞を頂戴いたしました。さて今回は感染症対策等を鑑みましてオンラインでの授与式となりますので、この場で新認定講師を一人ずつお名前ご紹介した上で授与物をお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。それではご紹介申し上げます。 NPO 法人日本ネイリスト協会第45期新認定講師木川田理恵さん、近藤厚子さん、桐道美穂子さん、池垣ひとみさん、国本若菜さん、木口恵子さん、木村さやかさん、川野優香さん、湯気真紀子さん、岡本由香さん、小川由美さん、谷優子さん、下田美穂さん、安藤さとみさん、塩谷ひろみさん、中山陽子さん、島千鶴美さん、佐々木東子さん、吉田明子さん、田中美穂さん、田崎杏奈さん、中郷真由さん、倉田恵里さん、神村玲奈さん、和田かな子さん、以上25名の皆様でございます。皆様おめでとうございます。おめでとうございます。皆様にはディプロマ、バッジ、名刺、盾、認定講師カードを後日お送りをいたします。それでは続きまして NPO 法人日本ネイリスト協会第8期本部認定講師授与式を執り行います。本部認定講師となった
131名の皆様に JNA 講師委員会委員長金光明子より祝辞をお送りいたします。金光先生よろしくお願いいたします。本部認定講師昇格試験に合格されました131名の皆様おめでとうございます。今まで認定講師として活躍されてきましたが、これからはさらに責任を持って講師会の活動に励んでいただきたいと思います。皆様の活躍を期待しております。ネイルの発展と普及に尽力してください。よろしくお願いいたします。金光先生ありがとうございました。それではこちらもこの場でお一人ずつお名前をご紹介申し上げました上で授与物をお送りいたします。それではご紹介いたします。 NPO 法人日本ネイリスト協会第8期本部認定講師小沼樹里さん、中村智美さん、矢野ひろ子さん、小野寺舞さん、飯島しおりさん、竹内智子さん、宝木すみ子さん、森ゆかりさん、伊藤恵美子さん、篠原香織さん、坂本舞子さん、前田智恵さん、加藤さやかさん、加瀬鈴子さん、竹内孝代さん、波平うつきさん、藤本智子さん、矢作陽子さん、山口舞さん、堀越夏美さん、松本真奈美さん、佐藤かな子さん、三浦愛さん、西州入子さん、北広智美さん、角里さん、宮島かなえさん、藤野恵里さん、野上遥さん、小野寺さとみさん、松浦優子さん、飯塚のり子さん、井上康子さん、有吉香織さん、塩花っちゆかさん、蔡玲さん、中久保美穂さん、綿谷雅美さん、沢井恵子さん、池永悦子さん、小林千佳さん、平田優子さん、三宅優子さん、佐々木沙織さん、唐木香織さん、金井さゆりさん、田口玲子さん、鎌倉美和子さん、岡田美希さん、厚沢陽子さん、上田さとみさん、金指紀恵さん、遠山あさみさん、及川のぞみさん、斉藤妙子さん、高橋由香さん、西尾としみさん、山下信子さん、山本由美子さん、安井彩さん、林瑞穂さん、吉川優子さん、坪田舞さん、吉岡千佳さん、岡田芳美さん、馬場美咲さん、片岡麻凛さん、篠原千尋さん、田中康代さん、辻村ゆかりさん、井上ひとみさん、菅原千恵美さん、
山口めぐみさん、栗原久美子さん、貝原由美子さん、松崎あさみさん、藤田恵里さん、松坂美香さん、島田幸恵さん、阿部文恵さん、向原彩香さん、押野美久恵さん、大林京子さん、鎌田美幸さん、小立ひろ子さん、杉本真美さん、清山信子さん、塩川京子さん、近藤優子さん、三輪春奈さん、神中あゆみさん、山下あかりさん、高井桃江さん、千葉恵梨香さん、中村由香さん、大須賀真由美さん、岡本真理子さん、井上博恵さん、橋爪由香さん、赤崎舞子さん、藤木舞さん、鈴木茜さん、坪井咲さん、牧原俊美さん、大橋美久さん、木下明子さん、林久美子さん、山本智美さん、佐藤佳代さん、加藤典子さん、坂上正樹さん、榎本里恵さん、ひまわり直美さん、岸下愛美さん、伊地知茜さん、小野沢野さん、広井真子さん、中島春菜さん、坂本真由美さん、水野綾乃さん、落合美香さん、渡辺由紀さん、南桃子さん、荒畑恵美さん、布施智美さん、網野由紀子さん、奥富和恵さん、田中あさみさん、キム・ミンヘさん、山根ひろ子さん、藤田由紀子さん、以上131名の皆様でございます。皆様おめでとうございます。おめでとうございます。皆様にはディプロマバッジ、名刺、認定講師カードを後日お送りをいたします。それでは最後に中曽根幸子理事長より祝辞を頂戴いたします。中曽根理事長、よろしくお願いいたします。新認定講師、25名の皆さん、本当におめでとうございます。それから本部認定講師に昇格された131名の皆さん、おめでとうございます。この表彰式の最初に、宮島恵子講師会長から、お話がありましたけれども、本当に皆さんコロナ禍でも大変な時をね、頑張ってトライして、この新認定講師になられた方たちは、この講師資格を取るだけで随分、その受験資格を取るだけでもいろんなものを資格取らなきゃいけなかったということもありますし、1回で多分合格した方の方が断然少ないと思います。で、1回で合格しなかったからラッキーなんですよ。練習時間がたくさん持てたっていうこと。だからコンテストで一発でチャンピオンになりましたっていう人よりも、トライしてトライしてた人たちはもう固いね、その技術力を持っているっていうね、そういうこともあるので、この自分が得た資格というのは今ただのネイリストじゃなくて日本ネイリスト協会の認定講師なんだというね、本当に宮島会長がおっしゃる通り誇りを持って、そして、ご自分の今までの苦労がね、ちゃんと実るように私たちと一緒に
これから教会活動をしていただければというふうに思っております。それから本部認定講師に昇格された皆さんは日本ネイリスト協会ネイリストという、ね、人の名前、これネイリスト、私たちの職業を、作ってわざわざつけた名前なんですね。ですから、このネイリスト協会の皆さんが柱なんです。特に本部認定講師は試験官であるとか、それからデモンストレーションをしたりとか、そういったことでたくさんこう人の指導をしなきゃいけない立場になりますのでね、ぜひ勉強会でもう一度この自分たちがやらなきゃいけないことをしっかり学んで、そしてこれから新しい認定講師の方を育て、そしてこれの中にね、今日の何度かネイリストになった理由でかっこいいからっていうのがあったんですね。昔たくさん言われたんですけど、最近言われなくなったなと。かっこいい私たちも、私たちっていうか、まあ、ガラパゴスね、ここに並んでるガラパゴス。もうかっこいい時代がありました。それに憧れてなった方もいらっしゃると思うんですけれども、やはり私もなりたいな認定講師に、なんてね、そんな風な思いを抱かせる、そういった認定講師であり続けていていただきたいと思います。これから一緒に活動できることを本当に楽しみにしております。おめでとうございます。中曽根理事長、ありがとうございました。それではこれをもちまして、第45期新認定講師授与式並びに第8期本部認定講師授与式を終了いたします。皆様ありがとうございました。